さて東京都は2016年のオリンピック招致に向けて東京から新しい文化を世界に発信する施策に取り組んでいます。その一環として池袋にある東京芸術劇場の初代芸術監督に劇作家の野田秀樹さんを選び、野田さんが今日記者会見で抱負を語りました。90年にオープンした東京芸術劇場は、ではこれまで劇場自体が公演を企画することはなく、コンサートや演劇の会場として民間に貸し出すことが多くなっていました。劇団の関係者の中でも劇場としてのイメージが弱かったということで、都は文化の拠点としての役割を強化するために演劇を企画する芸術監督を新設。初代監督に選ばれた野田秀樹さんは東大在学中に劇団夢の遊眠社を立ち上げ脚光を浴びたほか、歌舞伎の演出も手掛けるなど国内外で活躍しています。面白い芝居を打っていこうと思っている時の環境づくりとして、ちょっと考え方を変えれば、この東京芸術劇場というのを新たな発信する場所にできないかなっていうのは、正直なところです。野田さんは4月から芸術顧問に就任した後、準備期間を経て正式に芸術監督に就任します。